金久保からボールが出る、先頭先頭から戻して金久保スルー、後ろからシュート決めた福岡、最後福岡ゴールを決めました、3点目。完璧な突破ですね。完全に崩しました京都。あと中央を攻めていって外に振って、でニアに誰かが引っ張っていって2列目に、もう完璧ですね。あの本当に最初にゴール前に入っていった選手が重要ですよね。あれに大宮のデンサイがやっぱ引っ張れたので、はい、2列目が全くのフリーになりましたね。ただあれを確実に決めるのは難しいところを、しっかり狙いを定めて入れましたね。コース狙って右へ決めました福岡。